トドリとの比較スタッツがこちら。3月10日のプレミアリーグ第28節で行われたリバプールとマンチェスターシティとの首位攻防戦。この試合で首位リバプールの心臓、遠藤航と、シティの心臓ロドリのマッチアップが実現した。試合は前半にコーナーキックからストーンズのゴールで先制するも、後半にヌニェスがゴールキーパーエデルソンに倒されいた PK をマカリスターが沈め同点に。その後お互いゴールに迫るシーンを作るも決めきれず。白熱の首位攻防戦は1対1のドローに終わった。遠藤はマッチアップしたデブライネに決定的な仕事をさせず、69分にベンチへと追いやった。遠藤はスタッツ面でも好成績を残し、2度のインターセプト、5度のデュエル勝利などを記録し、勝ち点1獲得に貢献した。対するロドリも負けてはいない。デュエルは8戦4勝、タックル成功率は 100% を記録し守備で貢献。攻撃に目を向けるとロングパス成功率が10本中8本成功の 80% を記録するなど、さすがの活躍を見せた。28節を終えて、勝ち点64で首位にリバプールとアーセナルが並び、シティが2位で勝ち点差1を追う展開となった。残りの試合、リバプールの遠藤、シティのロドリそしてアーセナルのジョルジーニョらチームの心臓を司る選手が、優勝の鍵を握るかもしれない。遠藤マジエグいわ、ロドリもて、ブライネも2人潰してたやん。このステージでマジで日本人がやれてるのかよ、圧巻だわ。冷静にロドリもスーパーだけど遠藤負けてないわ。正直ロドリにはかなうわけないと思ってたけど、これほどやれるとは意外だったわ。遠藤がロドリ潰しに行ったらそこに必ず出てくるデブライネにくすぎた。ロドリ、ストーンズに圧をかけつつ、デブライネを見ないといけない遠藤。クロップを見すぎてくさ。デブライネに全然仕事させれてなくて地味な仕事までちゃんとこなしてた。デブライネ交代させたった。しかも遠藤終盤にロドリにプレスいってる。今回の対決はドロー。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。